お二人は練習どうです、大変でした。まあ、今も現在進行形なんだろうけどね。うそうなんですよね。私本当に左利きなんで、人よりも。あの、半年前から稽古。始まりまして <laughs>、うんえー、じゃあ、あ<ー>もはや。右利きになったんじゃないですか。ななすそれはならないんですか。<laughs> 全然ならないんですけども。はあはあな 木部さんは左利きじゃなかったのかなっていうような <laughs> うよなるほどねそれ大,変大変さ二2倍だよね,ね大変ですけどねなんか、うん、この NHK さんが私に与えた課題って <laughs> さん <laughs> 吉高百合子に与えた課題だとねんねえお優しそうに見えたけどもいやなんですけどあのね 口調はあの感じで柔らかくて当たりも柔らかいんですけど求めることのハードルが当たり前のようにもう一回ですねみたいな感じでこうやってどん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 出てくるみたいな感じででもそれだけ俳優が書く字にこだわってるっていうね素晴らしいことだなと思って見てたけどもねもっと大変なところもありましてちちょっとこらをご覧ください撮影中の吉高さんの手元なんですけれども 紙わかります。机に置いてないんですよ。うん、いや持って書いてんだ。そうです。うん、これ難くいやもうだって吉高さん左利きなのに右で書いてしかも持ってってもう大変だね、うんはい。手が震えまくりましたねこの時は、うん、一番難しいですあの、うん、こうやって手手でこうして注入かして、うん、これが半分ぐらいなのかな。うん、ってこうやって書くんで、うん、安定しないんですしないよね。ね ここが机についてるだけでだいぶ違うんだなって思うぐらいプルプルプルってしながらでも本番よーいっていうその掛け声のプレッシャーもあったりとかしてハラハラしながらやってましたねこの写真は本当相当すごいですよあぁー偉いな偉いセリフ覚えるより大変かもしれない 今あの二人の目の前にあります、あの筆と硯が。はい、実際にドラマで使われているものなんですよね。そうなんですよ。うん、これが私の部屋の付属へと。 セットですね。通常の四角い形、すずりって、なんかね、学校とかで、四角い形があれなんですけど、なんか当時はね、丸いのとか、まあ楕円形だったりとか、なんかそういうのが主流だったみたいですね。ああこうういそうそうそう。なんかやっぱお金持ちの家のすずりだな違います。全然違う。うちもないもん。これもだって竹みたいな、拾ってきたんでしょ、う。これ、そこら辺で。 これでも私ちょっと触ってもいい？これものすごい毛先が細いんですよ。これどカメラでわかる、うんこ？これを重ねた方がいいの？俺の肌色。どっち <laughs> <laughs> これわかるこれ細いんですよ。いですねえ、ねあの普段習字とかで使う筆の本当に何分の1かっていう感じですよね。いや本当だね。これも実際平安時代の作り方に似せて。 特注で作っていただいてるみたいな、うん。現代のいわゆる学校で習う習字と全然違うもんね。筆と違,、ね、違うしね。本当に、うん、あの筆文字がもう繊細に見えるというかい、うん。でも結構筆だけの持ち感でだいぶなんか変わってくるから、うんうん、やっぱりあの持ち道具の方が、うん、あの。 これ本番用ですってなったらもうすぐそっちに持ち替えてもうそれでずっと練習して、うん、それで慣れなきゃしょうがないから、はい、なるほど、うん、道永さんはあのーまあ、入り口としては字があまり得意ではないというところから始まったりしているのでそういったことでいうと、あのー、吉高さんの、えー、筆使いって とととははままたたちょっと違っ違形の筆使いいにはなると思いますでも後半の方はあの徐々にこう道長も文字がちょっとずつ上達していくという描写も出てきたりするかと思うので、あのー、その,そのだろう成長過程も見ていただけたらなと思いますが実際にその他の役の方それこそ式部さんなんかは何も残ってらっしゃらないんですけども道長さんに関してはあの直筆が残って いてあのそれを見れたっていうのはまあ筆をやる上でもまあもっと言うと役をやる上でも非常に参考にさせていただいてます。やっぱりどこかあの文字あの文字を書いた人っていうなんかえなんか具体的に捕まえることができてで僕もやっぱこうやって書くところなんかはあの あの道長さんが実際に書いてた字をどっかで思い浮かべながらこう書いてたりとか細く,細く細く細く綺麗な線を描くようにしてるのでだから本当にその人がどういう呼吸をしてどこで一休みしてっていうのが文字で分かるような感じがします。 あの根本先生が一人一人のキャラクターに合わせて文字を変えているので特徴ありますね特<徴>、うん、みんなを並べてたらあこんな違うんだってでも同じ人がこう書いてたり同じ人の発想なのに全然違う人が書いたような提案されたような感じがして「ひろ、うんまあの字はすごくこう美しい文。 難しいです。